ライマックスシリーズのいよいよファイナルステージ、日本シリーズ進出をかけた戦いが始まります。巨人対中日、クライマックスシリーズファイナルステージ第1戦の模様をお送りいたします。なんとしても日本シリーズへ進出したいドラゴンズ、ジャイアンツとの一戦です。このゲームの解説は勝川光雄さん、黒木智弘さん、以上この二方の解説でお送りしてまいります。どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。黒木さん、ついにファイナルステージとなりました。この両チームの戦いをどのようにご覧になってますか？もちろん長打力も両方あるんですが、細かい野球ができるチーム同士なので、そういう意味ではいい試合になると思いますね。なるほど。日本一をかけた最後の戦いが幕を開けます。1回の表、ドラゴンズの攻撃。トップバッターは1番荒木。バッターボックスに入ります。何から持ってくるか。まず低め、膝元をついてきました。枠をいっぱいに使ってきます。追っていきます。曲がりました。まずは先頭バッターヒットで出ます。打ったバッターは一塁ストップ。今の場面もう一度見ていただきます。小池バッターボックスに入ります。最初はフォークから入りました。どう攻めるのか。やはり狙ってきました。右へ上がっている。アウト、一塁アウト。次のバッターに変わります。森、バッターボックスに入ります。まずはまっすぐから入りました。いいところへ決めてきます。さあいい当たりだ。抑えた。そのままキャンバスに入ってスリーアウトチェンジ。1回の表が終了。ドラゴンに得点はなりませんでした。そしてドラゴンズの先発ピッチャーネルソン、ジャイアンツ打線をどう抑えてくるんでしょうか。1回の裏、ジャイアンツの攻撃。先頭バッターは1番坂本、打席に入ります。何を投げてくるか。前進前進、左へ行った。前に出る。前に出ます。ここでヒットが出た。レフトへの打球はヒットになりました。さあそして2番に回ります。亀井に。最初の1球、初球は低めから来ました。高いボール持ってきました。外角いっぱいに入りました。センターの前、ワンバウンドしました。センターへのヒットが出ました。次のバッターを迎えます。長野、早くも点につながる場面を迎えています。
初球から低めを攻めています。次の2球目、外への変化球外れました。さあ3球目、バッター見送りました。低めを丁寧に攻めています。今のはバッターに当たりそうなボールでした。今のはボールになります。次が5球目、内へのボールはわずかに外れた。このボール球には手を出しません。さあフルカウントになった。ストレート打ちました。セカンドランナー三塁を蹴った。ヒットになります。タッチした、アウトになりました。ワンアウトになりました。投手が光ります。いや、あの辺りによく届きましたね。ピッチャー助けましたよね。日頃の練習の成果が出ました。打順が変わります。阿部、早くも先制のチャンスを迎えています。第1球はどうか。ストレート打って低い打球になりました。二塁へ送ります。二塁はフォースアウト、セーフ。一塁はセーフ、ダブルプレー取れない。さあ辰川さん、この状態で4番に回ってきましたね。そうですね、もしかするとあのプレーが流れを変えてしまうかもしれませんね。ですね。さあここで4番の進化が問われます。そして5番バッターに変わります。高橋、その注目のバッターボックスです。辰川さん、チャンスが訪れました。流れが来ましたよね。はい、ここは得点まで行きたい。まずは見送りました。このまっすぐは外れました。ボールの後もボールです。ストレートできました。バッティングカウントになったが、低めいっぱい決まった。三振、スリーアウトチェンジ。このピンチ三振で完璧に抑えました。もう一度ただいまの三振ご覧いただきます。1回の表裏終了、ジャイアンツ2アウト3塁1塁のチャンスから得点にはつながりませんでした。2回の表ドラゴンズの攻撃、この回の先頭バッター和田。初球は手を出しません。和田、背番号5。両チーム無得点のまま2回に入っています。次のボールは今度は変化球、これで追い込みました。大きく外れてボールです。バッテリー1球外してきました。今のはボールになります。外れています。さあフルカウント第6球、フォアボールです。
フォアボールのランナーを許します。そして次の5番ブランコ、今日の第1打席に入りました。第1球初球見送っていきます。フォアボールでランナーを出しています。遠いボール、手を出したファウルボール。際どく攻めるのか、強い当たり取って二塁フォースアウト、一塁転送間に合うか、一塁アウト、ゲッツー成功です。打順が変わります。平田、今日の第一打席になります。初球わずかに外れてボール。わずかに外れてツーボールナッシング。レフトの前に落ちます。ワンバウンドヒット、打ったバッターは二塁へ向かった。中継のショートへツーベース、レフトへのツーベースヒットが飛び出しました。さあそしてこのバッターです。井端、先制のチャンス、期待に応えるでしょうか。まずは外から来ました。2球目です。この球は入りません。外へ2つ続けました。3球目、高めの球、バッティングカウントになった。引っ掛けました。打球はピッチャーの横、抑えた。一塁送球、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。さあジャイアンツ、この後6番から始まります。2回の裏、ジャイアンツの攻撃、この回は6番から始まります。ラミレス、まずは塁に出たいところ。最初のボール外れました。インコースボール、今度もまっすぐできました。バッティングカウントからの4球目、空振りになります。今のはちょっと危ない投球です。ボールです。2者連続の空振り三振、ボールを捉えられませんでした。これが今の三振です。
そして次の7番小笠原。どこに入れてくるか。まずは見送りました。2球目はどうでしょう。これは入りません。2球目はこれは外れました。外角低めのストライク、147キロです。低いボール。さあ何を見せるか。まっすぐを打ってヒットになった。ここで先制のランナーが塁に出る。さあそして8番に回ります。藤森。次の2球目、外外れてボール。当てただけのバッティング。これでアウトが2つ、キャッチャーフライに終わりました。次のバッターとなります。トーン。初球は手を出しません。ここは外してきました。変化球、これは当たりません。ボールを低めに集めます。さあ3球目、右方向取って、これで3アウト。2回の裏を終了。ジャイアンツ0点で攻撃を終了しました。3回の表ドラゴンズの攻撃、先頭のバッター谷繁、このゲーム最初のバッターボックスになります。まずは初球見送りました。2球目はどうでしょう。ここで変化球に変えます。2球続けてのボールとなりました。3球目、ここでストライクが入ります。0対0のこのゲーム、いつ動きを見せるんでしょうか。ここは変化球、次が5球目。あっと空振り、ピッチャーに回ります。ネルソン、バッターボックスに入ります。1球目は空振りです。
どう攻めるのか。外のボールに手を出しました。果たして3球勝負するのか。低めは外れました。さあ4球目、スイングアウト。2者連続バットには当たりませんでした。ここで打順が一巡します。荒木第1球です。初球狙って空振りです。2球目、外のボールはサードへの打球、一塁へ送ります。一塁はアウトで3アウトチェンジになります。お知らせいたします。3回の表が終了。ドラゴンズ3人で攻撃を終了しています。全72試合の録画映像をインターネットで無料配信中です。3回の裏、ジャイアンツの攻撃、こちらもこの回から2巡目に入ります。坂本、何を投げてくるか。最初は高め、次のボールはまっすぐを持ってきました。届きました。ワンボールツーストライク、149キロです。次の4球目、低めのボール手を出した。ファウルになります。スイングアウト。そして次の2番亀井にバッターボックスに入ります。まずは初球ストライク、変化球外を狙いましたが入りません。変化球低い打球になりました。ショートライナーに倒れました。バッター長野、初球はボールになりました。2球目です。これはストレート、3球目はどうする。鋭い当たり、入るか入るか、入ったか、入った。低い弾道で飛び込んだ。先制のホームラン、痛烈な打球でした。満員の東京ドーム、ものすごい弾道でレフトスタンドに入りました。そして先制のホームイン、1対0、1点先制。このまま優位に進めていくのか。ただいまのホームランもう一度見ていただきましょう。ジャイアンツが先制しました。打順が変わります。阿部打席に入ります。
第1球。最初は外に持ってきました。真ん中打って、序盤からの先制点、後続は抑えたい場面です。今のはボールになります。1対0、ジャイアンツがリードしています。入れてきました。147キロのストレート。この回ホームランで得点を許しています。さあ何を見せるか。まっすぐ落ちました。三遊間の当たり、一塁に送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。3回の裏を終了、ジャイアンツ1対0先制しました。4回の表、ドラゴンズの攻撃、打順は2番から始まります。小池打席に入ります。初球はどうか。初球スライダーで入りました。内角低めのストライク。高めのボール球振っていきました。スイングアウト三振。そして次の3番森打席に入ります。どこから狙うか。外から攻めていきます。コーナーを狙います。3球目ストレート、このボールには手が出ません。そして次の4番和田、バッターボックスに入ります。どこから行くか。最初はボール、ストライクです。このボールはコーナーちょっと外れました。バッティングカウントになったが、横へ曲げてきました。
次が5球目。変化球打って三遊間はどうだ。一塁送球、一塁はアウトでスリーアウトチェンジになります。クロスゲームは1球1球に注目です。こうなるとバッテリーとの読み合いになりますよ。4回の裏、ジャイアンツの攻撃、5番からの打順になります。高橋由伸、バッターボックスに入ります。どこに入れてくるか。初球、村本インコースに来ました。1対0、ジャイアンツがリードしています。2球目、ストレート、ショートへの当たり、取って一塁へ送ります。アウト、ショートゴロに終わっています。そして次の6番、ラミレス、打席に入ります。初球から際どいコース、次の2球目、直球で決めました。3球目はどうする。ここは見送ります。ゾーンいっぱいに投げ込みます。内に持ってきました。さあ何を見せるか。ストレート打ちました。高いバウンドになりました。一塁に送ります。アウト、ショートゴロに倒れました。次のバッターに変わります。小笠原。最初は変化球、空振りです。どう攻めるのか。外のボール球振っていきました。次はどんなボールを持ってくるか。あっと、空振り三振、スリーアウトチェンジ。黒木さん、高めをうまく使ってきました。分かっていても振っちゃうんですよ。そうですよね。いいボールですね。勢いって言いますか、跳ね上がるような感じですよね。はい、これはうまくいきました。1点を争う好ゲーム、目が離せません。力は五分五分ですからね、気が抜けませんよ。5回の表、ドラゴンズの攻撃、トップバッター、ブランコ、バッターボックスに入ります。第1球です。内へ、最初は高めに来ました。まっすぐを打ってセカンドへの打球、一塁へ、一塁アウト、セカンドゴロに終わっています。打順が変わります。平田、打席に入ります。最初はスライダーできました。変化しました。低い当たりになった。これはセンターの前に落ちます。今日2打席連続のヒット。さあ、そして7番に回ります。井端、打席に入ります。
何から持ってくるか。まずは変化球。ファーストランナーを返せば同点になります。変化球打った、一、二塁間です。二塁はフォースアウト、一塁もアウト、ダブルプレー成功、スリーアウトチェンジ。黒木さん、今度も併殺きっちり取りましたよね。そうですね、まあピッチャーからすれば理想的な打ち取り方だと思いますよ。接戦が続きます。どちらも全く隙がありませんね。展開を読むのが難しい試合ですね。5回の裏、ジャイアンツの攻撃。先頭のバッター、藤村、バッターボックスに入ります。どこに入れてくるか。変化球、しかし今の打球はファウルです。得点差わずか1点、ジャイアンツがリードしています。見送ります。サインはどう出されたのか。これはボールです。ここは外してきました。次が4球目。インコース外れて 2-2。 外、これはボール。バッター落ち着いてますね。ですよね。フルカウントからの5球目。ストレート、ここでヒットが出た。ホーム、バッターボックスに入ります。どこから行った。バントして上がりました。取った。二塁フォースアウト。ランナー結局そのままワンアウトになっています。ワンアウトになって次のバッターになります。坂本。あっと、当てるのが精一杯。高い打球が上がりました。取って、これで2アウト。ショートフライに終わりました。打順が変わります。亀井、打席に入ります。初球です。初球は低いボール。入りました。アウトコースは入りません。打球上がった。次が5球目。センターへ。しかしこれは守備範囲。取りました。これで3アウトチェンジ。改めまして、皆様本日はさあ、ドラゴンズ1点を追いかけます。ありがとうございます。今この時間は大野波の日で皆様をどんどん映してまいります。どうぞ映った際には大きく。今日は変化球中心の組み立てになっています。ファイナルステージ初戦は6回の表、ドラゴンズの攻撃。この回の先頭バッター、谷繁。何を投げてくるか。最初は外に持ってきました。
スライダーを持ってきました。次が3球目。今度も変化球できました。3球とも外に来ました。スライダー、辰川さん、ちょっと際どかったんじゃないですか。これはね、バッターよく我慢しましたよ。さあ何を見せるか。この打球はどうなる。これでアウトが一つ、センターフライに終わりました。そしてピッチャーネルソン打席に入ります。最初の1球は何か。まずスライダーを持ってきました。2球目はどう攻める。豪快なスイングは空振りになります。低い打球になりました。一塁送球、これはアウトです。サードゴロに終わっています。バッター荒木。初球見送っていきます。2球目はどうでしょう。決めてきました。バットスイングアウト三振、スリーアウトチェンジ。いやー、クラクさん、素晴らしいストレートですよね。気持ちの入ったストレートでしたよね。6回の表までゲームは終了しています。ドラゴンズ三者凡退に終わっています。この試合はまっすぐが多めの配分になっています。ここは慎重にいかなければなりません。先ほどのホームランの配球です。どこから狙うか。まずはコーナーをついてきます。2球目です。この球は手が出せないか。低め打ちました。左へ。3打席連続のヒットになった。ショートが中継。ツーベースヒット。サイクルヒットにはスリーベースヒットだけ足りません。ここで一発が出ると試合はさらに面白くなるであろうという場面です。その注目のバッターボックスです。初球変化球、空振りです。次の2球目。
コーナーを突きます。さあ3球目、この球は外れています。変化球ファウルになりました。次が5球目、変化球を打っていった、打球はセカンドへ、一塁へ送ります。アウトです。セカンドゴロに終わりました。ホームランが欲しい場面での登場です。高橋、その注目のバッターボックスです。夏川さん、そろそろ点が欲しい場面ですよね。この辺でね、1点差ではどうなるか分かりませんのでね、やっぱり追加点でしょうね。そうですよね。この後の継投を考えると、やはりここでピッチャーを仕留めておきたいですよね。やっぱり勝つためにはね、最少得点差で最後までっていうのは辛いですよね。初球ボール、高め、2つボールが来ました。綺麗に決まった。今のは思わず見送りました。バッティングカウントからの4球目、変化球、三塁ランナーホームイン。こんな得点まだ気にしない方がいいですね。少し考え方を変えた方がいいでしょう。バッテリーで修正しながらいけばまだ投げられますね。その通りです。工夫すればもっとボールを生かせますよ。そしてバッターは6番ラミレス。どこから攻めるか。まずは初球見送りました。どう攻めるのか。外角低めのストライク。3球目、これはまっすぐ、空振り、ボール球を振らされてしまいました。これが今の三振です。アウトが2つになって次のバッターになります。小笠原、初球です。最初はスライダーできました。次の2球目、今度はインコースに持ってきました。3球目はどうする。打ちに決まりました。ここは追い込んでいます。変化球打ってセカンドへの打球、アウト。これで3アウトチェンジ。ゲームは中盤6回を終了。ジャイアンツ1点を追加、2対0リードを広げています。ランナーを出したいこの場面、ドラゴンズここで代打を起用します。松川さん、この場面でトップバッターを変えてきましたね。そうですね、どうしても1本欲しい場面ですからね。さあこの期待に応えることができるでしょうか。ストレートを抑えた、一塁送球、一塁アウト、アウトです。ショートゴロに終わっています。そしてクリーンナップへと続きます。モリーバッターボックスに入ります。最初はストライク、
ストレートできました。黒木さん、ここまで完璧なピッチングが続いていますが、いかがでしょうか。見事なピッチングだと思いますよ。なるほど、本人もイメージ通りのピッチングができているんでしょうね。そうですね、理想的なピッチングだとは思いますよ。はい、このピッチングに手も足も出ませんからね。3球目フォークできました。さあアウトコースはどうか。さあ何を見せるか。今度はまっすぐ。取りました。一塁に送ります。これはアウトです。次のバッターに変わります。和田、バッターボックスに入ります。最初は外のボール、147キロです。ここは落とします。落ちる球で2ストライク目を取りました。様子を見ていくか。打った、サードです。取りました。一塁へ送ります。一塁アウトで3アウトチェンジです。さあジャイアンツ、この後8番から始まります。さあドラゴン、守備の変更がありました。野本、この回からセンターの守備につきます。松川さん、変えてきましたね。変えてきましたね。7回の裏、ジャイアンツの攻撃はバッター藤浦に変わりまして、ワンヤ、変化球でまず空振りです。ワンヤ、背番号23。得点差は2点、ジャイアンツがリードしています。打ちました、レフトの前、レフトの前に落ちた、ヒットになった。采配的中、レフトへのヒットが出ました。バントした、上がった、取って、これでワンアウト。送りバントは結局キャッチャーへのファウルフライ。いやー、達川さん、ここは大事にしてたことですね。いやー、本当にスリーバント失敗ですからね、非常に痛いですよね。少しバットの上に当たってしまいましたね。いやー、ここはね、何が何でも決めてほしかったですよね。ですよね。次のバッターとなります、坂本、打席に入ります。まずは見送りました。2球目、バッター見送りました。変化球決まってツーボールワンストライク。3球とも低いコースに来ました。低め際どいか、このボールには手が出ません。次が5球目、ストレート、さあフルカウントになった。打球は左へ、
ットスイングアウト。いやー、クラクさん、最後はストレートで決めました。今のは伸びも素晴らしかったですね。アウトが一つ増えて次のバッターです。亀井、打席に入ります。初球振りません。2球目はどう攻める。インコース低めのストライク。次のボール注目しましょう。やはりファーストランナースタート、ピッチャー外した、盗塁成功。やはり達川さん、ここで走ってきましたね。まあバッテリーもね、警戒してたんでしょうけどね。その警戒をかいくぐってですからね。でもこの足があればね、チームは助かりますよね。ですよね。まっすぐを打ってストップします。セカンドランナーは三塁です。ツーアウトながらランナー三塁一塁、追加点のチャンスを作りました。ファンの期待にどうしても応えたい長野、その注目のバッターボックスです。夏川さん、かなり期待のできるバッターに回ってきましたね。この状況でこのバッターですよ。今日当たってますからね。まともに勝負してくるかですよね。打席の中から自信が満ち溢れてますよね。ですよね。まずは見送りました。さあ、ここでスリーベースヒットが出るとサイクルヒットということになります。変化球、これは空を切ります。さあ、一球様子を見るのか。スライダー。さあ、4球目、低いボール、低い当たりになった。取って、これで3アウト。ゲームは7回の裏を終了。ジャイアンツ2アウト3塁1塁になりましたが、結局無得点です。8回の表、ドラゴンズの攻撃。この回の先頭バッター、ブラウン。バッターボックスに入ります。初球は手を出しません。様子を見ていった。外への変化球。低い打球になりました。取った、一塁送球。今日初めてのヒットが出ました。さあ、そして6番に回ります。平田、バッターボックスに入ります。外から攻めていきます。2球目です。まっすぐ持ってきました。外へ2球持っていきました。次が3球目、カーブを投げてきました。外を丁寧に攻めています。
次が4球目。ドンピシャのタイミング取ってアウト。一塁転送アウト。一塁もアウトでゲッツーに切って取りました。ノーアウトランナー一塁の場面、ツーアウトランナーなしと変わりました。古田さん、今のはうまく打たせましたね。今のよく打たせたと思いますけど。そうですよね。打順が変わります。井端、最初の球は最初は空振りになりました。ゲッツーでツーアウトにしています。入れてきました。変化しました。ファウルボール。次の4球目、空振り三振、スリーアウトチェンジ。もう一度ただいまの三振ご覧いただきます。ゲームは8回の表を終了、ドラゴンズ無得点に終わっています。ドラゴンズ2番手ピッチャー投入です。2点差という場面でマウンドに上がります。ジャイアンツ打線に対してどんなピッチングをしてくるんでしょうか。8回の裏、ジャイアンツの攻撃、バッター阿部、追加点が欲しい展開。まずは出塁したい場面です。初球振りません。ストライクゾーンをいっぱいに攻めてきます。得点差は2点、ジャイアンツがリードしています。インコースのシュート決まりません。これはストレート、今のは反応できませんでした。さあ4球目、これは変化球。これは外へ逃げます。フルカウントからの6球目、強い当たり、ヒットになる。バッターランナーは二塁を狙った。ボールが返ってくる。ツーベースヒット。ライトへの打球はヒットになりました。ここはバッテリーの組み立てが大事です。先ほどの攻めはご覧のような感じです。初球見送っていきます。2球目はどう攻める。フライです。取りました。サードフライに終わりました。アウトが1つ。そして次のバッターです。ラミレス打席に入ります。どう組み立ててくるか。まず際どいコースをついてきました。2球目はどうか。変化球、空振りを取ります。強い当たり、ここでヒットが出た。さあダメージ点が欲しいこの場面、ジャイアンツファーストに代走を送ります。ポンタ塁についています。そして7番小笠原、その注目のバッターボックスです。さあ立川
塚さん、ここはリードを広げておきたいですよね。ここで点が入るとね、相手チームは少し苦しくなりますからね。ですよね。この状況からね、あと 2,3 点は取りたいでしょうけどね。初球からコーナーをついています。ゾーンいっぱいに投げ込みます。決めてきました。次はどんなボールを持ってくるか。ファーストランナースタート。もちろん狙ってきます。盗塁が成功します。ボール。さあ何を見せるか。真ん中打ちました。あっと弾いた。今拾ったかどうか。アウト。間に合いました。ファーストゴロに終わりました。さあストッパーの登場となります。そして8番脇谷、その注目のバッターボックスです。辰川さん、チャンスが訪れました。流れが来ましたよね。はい、ここは得点まで行きたい。ああ、黒木さん、やはり敬遠ですか。そうですね、歩かせますね。なるほど、この後の展開を考えるとそうかもしれませんね。ここは歩かせます。次のバッターとの勝負を選択しました。これで3ボール。ここは勝負しません。これで全ての塁にランナーがいます。打順が変わります。トーン打席に入ります。最初のボールは、最初は変化球、空振りです。今のはボールになります。この球は外いっぱいに決まった。3球とも外に来ました。3アウトチェンジ。無失点に切り抜けました。最後はバットを出しませんでした。さて試合は2点差のまま9回最終回へと入っていきます。どうぞご注目ください。ジャイアンツ選手の交代をお知らせいたします。センター長野。さあジャイアンツ守備が変わります。それぞれが守備位置についています。9回の表ドラゴンズの攻撃、この回の先頭バッター谷繁、どうしても塁に出なければなりません。最初の1球、まずはボールから入りました。ストレートできました。バッテリー1球2球と外してきました。あっとこれは惜しい。外を続けています。次の4球目、スライダーを投げてきました。
ここは落としてきました。さあ達川さん、スリーボールからフルカウントになりました。これバッター嫌ですよ。ですよね。ピッチャーとバッターの両者の間合いですね。非常に大切になってきますよね。フルカウントまで持ってきた。大きく外れてファーボールとなります。ファーボールのランナーを出しました。達川さん、代打ですね。変えてきましたね。第1球まっすぐ打ちました。フォアボールのランナーを許しています。変化球、これは外れました。3球目、高めのボール打った。打球はセカンドへ、アウト。一塁転送間に合うか、アウト。一塁もアウト、ダブルプレイ。古木さん、これで4つ目の併殺となりますが。そうですね、相手打線のつながりをうまく切ってますよね。まあ今日は併殺で助かってるって言えますよね。はい、このゲームダブルプレイがよく出ています。打順がトップに帰ってきます。荒木、現在2点差、2アウトからチャンスにできるんでしょうか。初球わずかに外れてボール。2球目はどう攻めた。変化球決まってワンエンドワン。1球2球と外へ行きました。ダブルプレイで2アウトにしています。ストライク。さあ完封勝利は目前。打った、取った、一塁に送ります。ゲームセット。クライマックスシリーズファイナルステージ第1戦は2対0、ジャイアンツの勝利となりました。壇上にはヒーローたちがすでに上がっています。はじめに投球成績をご紹介します。先発の登板、9回、被安打4、四死球2、6奪三振、自責点0、シャットアウト勝ちです。次が打撃成績になります。4打数3安打、打点1、ホームランを打っています。さあ、この2人が今日のヒーロー、勝利に貢献しました。さあ放送時間の方がそろそろなくなってきました。巨人対中日、ご覧いただきました。今日のゲームの解説は達川光雄さん、黒木智弘さんでお届けしました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは皆さん失礼いたします。